皆さんこんにちは、なるほどでんです。今日も物語ブクブクで遊んでいきます。いや、今イベント中なんですけど、本当にもう可愛いですね。サンタさんのコスチュームがもうすごいですよ。で、今ですね、私はエリア5ですね。あと1個倒せば終わりですので、もうちょっとちゃちゃっとクリアしてですね。で、今回のイベントの、テーマですか、思い絵馬とかをちょっといただきたいと思います。もうこれでもらえるんじゃないですか。あと1個。いやー、ほんとサンタさんのコスチューム可愛いですからね。他のゲーム実況私やってますけど、もう今サンタさんだらけですよ。もうウハウハですね。もう何がウハウハなんでしょうね。おーし、かわいいですよ。もうクリアした時のこれ、カレンちゃんとツキちゃんですね。迷いちゃんのアイコンまでいただきました。ありがとうございます。そういえば先ほどこれ手伝っていただいたみたいで、ですね、まあ、フレンドの方とかフレンドじゃない方もですね、手伝っていただけますので、まあ、ルグスさんとかですね、ナーチャさんとかも手伝っていただきました。ありがとうございます。ヘルプですね。でちょっと皆さんにハートを送っておきます。最近やっと一括送信ができたんですね。私もずっとひたすら処理処理ハートを送ってましたからね、毎日。いや、便利ですね、一括送信って。じゃあ早速ですけど、交換所ですね。で、後でガチャも回したいですね。まあ、当選回しますよ。もうサンタさんだらけですからね。迷いちゃんはいただけますね。ありがとうございます。八九時迷いちゃんでございます。今、一回交換しましたね。ファイアーシスターズの月日ちゃんとカレンちゃんですね。よし、これで。あとはプレゼントボックスでいただけばですね。で、早速使ってみたいと思います。これタップしないといけないですよね。なんとお届け先は迷わないと。なんででしょうね。荒木くんところしかお届けしないとか。慌てんぼうシスターズ、いいですね。でちょっと、どこで買えるんでしたっけ。あ、デッキ編成ですね。いや、プクプクも結構長く遊んでますけど、なんか全く飽きないですね。まあ、問題があるとすれば、私のスマホ容量がですね、新しいスマホですけど、そろそろですね、厳しくなってくるというゲームをちょっと入れすぎて。よし、サンタさん。こうなってくるとあれですね、プク札も、ちょっと回さないといけないですか。じゃあ先にガチャ回しましょうか。よし、プクでですね、サンタさん。コスチュームの女の子を出して、サンタさんゾロイでちょっと遊んでみたいと思います。じゃあガチャですね。前回ガチャあれですもんね、あのコラボですか、まあ、このプク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 じゃなくてですね、化け物語の物語系書かれてます、どちら西尾さんでしたっけの初めてのあれですか、作品のアニメのキャラクターとコラボしたんですけど、私出せませんでしたからね、頑張ったんですけど。じゃ行きましょう。思い絵馬ガチャですね。5回引きます。なんか私44枚持ってますけど、なんでこんな大量持ってるんですか。これだけあれば出るでしょう。もうガチャ三昧ですよ。さあ、月ちゃん。
リップサービス、なでこちゃんですか。いや、可愛いですね。あららきくん。おお。来ますか。ひたぎちゃんですね。なかなか重い絵馬もあれですね。いや、ぷくぷくってガチャ結構あれなんですよ。ピックアップとかもそうなんですけど、確率はいいんですね。私がやってるゲーム実況の中では一番いいような気がするんですけど、確か 7% ぐらいだったと思いますね。けど、なぜかなるほどは出せないというですね。ちょっとびっくりします。まあ皆さんもですね、わざわざご視聴いただいてるのに、いつもなるほどさん出ませんよね、みたいな。いいですね。ぷく札もらえますからね。10回引いたら1枚もらえるんでしたっけ。お、青いですね。だから私ほとんど出したことないから、青の次が何色かがわかんないというですね。星5が。まあ相変わらず重い絵馬、種類が豊富すぎますね。びっくりしますね。よし。これ星4ですよね。翼ちゃん。もうお弁当になりましたよ、どうぞ。いやー、色が変わらない。ちょっとサクサクいきましょう。ふぐふたがどんどん増えていく。すごいですね、ニューばっかりですよ。え、こんなに回してるのに。いや、ガチャ祭りとはこのことですか。あ、途中から演出ないんですかね。いや、ワイルドアームズミリオンメモリーズとかすごいですよ。星3のカードがいきなりですね、ボーンって変化して星5になったりしますからね。ほとんどパチンコ演出みたいな感じですけど。お、青い。星4、星4、星5。青、私持ってますね。あと何回ですか。あ、また星4が1枚ですか。さあ、おお。いや、もうなでこちゃんどの格好でも可愛いんですけど、私クリスマス、明日がクリスマスイブなんですけど、まあ今日23日ですね、12月の。まあ動画投稿日後で出しますので、多分23日になってると思いますけど、まあですね、クリスマスですね、私にはやってこないと。いや、まあやっては来るんですけど、一人ぼっちのクリスマスですよ、もう。まあ、ただ青鬼オンラインでライブ配信やってますので、まあ、他にもライブ配信やってるんですけど、まあ、ぜひですね、あのなるほどさん、クリスマスイブにライブ配信してくださいってことですね。もうなるほどさんの予定どうせないんでしょみたいな。そんな感じですけど、まあ、私はやります、ライブ配信。いや、ほんともう忙しい。おー、ラストでまさかの金色ですか。やりました、皆さん。これがなるほどクオリティですね。いやー、月日は、なんか初めてなような気がする。福札で出しましたっていうの。あ、ほんとラストの44回目ですか。やりましたね。ちょっと、どうしよう。福札も回しちゃいましょうか。やっぱもう、クリスマスですからね。よかったです。私はもう月日ちゃんと一緒に過ごせるので、
一人ぼっちじゃなくなりました。ありがとうございます。いや、そんな皆さん冷たい目でですね、ちょっとなるほど見ないでくださいね。お、下着ちゃんのクリスマスですか。そうなんですね、これプクフダ分かれるんですよね、ピックアップ2人で。どうしましょう。じゃあまあ5回5回引きましょうか。じゃあいきます。いやー、プクフダがやっぱり一番あれですからね。お、怪奇さんですね。まあ、重い山も使えるんですけど、まあ、基本的に1ステージで1回で、多くて2回ですからね。まあ、私結構プクはまんべんなく出てますので、ピックアップ終わった後になぜか次のガチャで出てきたりするんですよね。さすがにクリスマスはもう、クリスマスのうちに引いておかないと出てきそうもありませんので、さあ、もうそろそろ。なるほど、3人はあれですか。おお、ひたぎちゃん持ってますね。よし、5回目ですね。お、なでこちゃん、初めてだ。やった。恋愛サーキュレーションです。これは BGM があれなやつですか。ついているパターンですかね、ついてないパターンでしょうか。いや、残り5回まとめていきます。駿河ちゃんの方ですか。さあ、お願いします。私にメリークリスマスを言わせてください。先ほど言いそびれましたけど、あららぎくん、お、ひたぎちゃんやりましたね。結構ニューが多いですね。おお。戦国なでこです。よろしくお願いします。よろしく。今度使います。お、ラスト1。ここでもラスト1回で来るんですか。迷いちゃん。ということで、プクフダの方は、サンタコスチュームの女の子たちは出ないということでしたね。じゃあ早速ちょっと、あ、でも福具はあれですか、重い山が被ってるので、一回ちょっと重い山やってみて、どちらでしたっけ、セット車のこちらですか。で、先ほど出したあれですね、月日ちゃんの重い絵馬に切り替えて、もう一戦ですね、遊びたいと思います。重い絵馬溜まるの遅いですからね、ゲージ。スコア50万先に溜まっちゃうような気がしますけど。まあ、やっぱなんかそんな感じがします。なんか方法ないですかね。まあ、他のステージで遊ぶしかなさそうですけど。約束します。あ、これ消せるんですね。なるほど。まあ、多分動画でも今の翼ちゃんの福札、あ、やっぱ50万溜まっちゃった。で、ちょっとですね、他のステージ飛びますね。で、こちらのですね、ストーリーの方で遊んでいきます。まあ、こちらでしたら丸々遊べますので、時間いっぱいですね。まあ、先ほどのイベントは、あれですね、ノルマ達成した瞬間終わっちゃうんですけど、こちらはノルマ達成してもそのまま遊べますので、さあ、これでお見せできると思います。最近スコア高得点出したいってずっと思ってやってるんですけど、全くもうスコア伸びないというですね。なんかもう本当コツがわからないと難しいですよね。
そう、何を言わなければいいんですかね。お、久々の宝箱ですか。お、たまりました。いきます。あ、効果を見てない。まあ、光ってる間あれとかですかね、福札が大きくなるとか。おお、すごっ、めっちゃでかくなりましたよ。さすがサンタさん。皆さん、サンタさん何をお願いされてますか。まあ、私が小さい頃はやっぱゲームソフトとかですかね、おもちゃとかですかね。あとで、私サンタさんから前小さい頃おもちゃもらったんですけど、そのおもちゃがですね、わーって開けてですね、遊んだ瞬間壊れたみたいなみたいな、そんな経験あるんですけど。で、それはなんとですね、その日の夜にですね、壊れたおもちゃと同じおもちゃがですね、ちゃんと新品で届き直すっていう謎の現象がなんでしょうね、不良品だったみたいな感じですか最初。まあサンタさんもそういうことあるよねみたいな。いやー、それぐらいですよ、面白かったの。サンタさんもちゃんと 再配達してくれるんだみたいなよし、行きましょう。さすがにあれですね、クーリングオフとかありませんので、サンタさんにこの商品を7日以内にサンタさんにお戻しいただければみたいな。そもそもお金払ってないからそんなのないんですけど。よーし、行きましょう。2人だけのサイレンナイトですね。かっこいいですね。せっかく月日ちゃんとカレンちゃんなので、福札もですね、こちらの月日ちゃんにしましょうか。仕方ないな。すいません、私のわがままで言って。よし、じゃあ行きましょう。こうラスボス、ラスボスではなくて、このステージのラストですね。いやー、ちょっとほんとサンタさんにまた来ていただきたいですね。まあ、私でしたらプレステ4かですね、ニンテンドーのスイッチですかね。お、サンタさん、ここにいますじゃないですか。アシストで使えます。じゃあ行きましょう。サンタ祭りです。まあ、プレステ4も友達がバイオハザード2の何ですか、リバスターっていうんですかね、をもう予約されてるみたいで、私はもうそれを終わったら借りる予定ですね。本体ごと本体ごと借ります。あ、これちょっとめんどくさいステージですね。いや、バイオハザード2も実況したいんですけどね。まあ、実況のやり方分かればですね、やったことないので。私もプレステ4をちょっと謳歌したいですね。よし、行きます。え、プレステ4ですかいいですね、アニメーションが入るって嬉しい限りです。こっちはたまりました。もうでかくなるやつでしたっけ。いいですね。お、行きます。スキッちゃん、ルネサンス違いますね乾杯が。それがクリスマスだけあって面白い演出ですね。おー、消えましたね最後なかなかクリア難しいですねこれ。全然メーターが増えていない。
フィーバーを累計15回ですか。あ、なるほどですね。で、ちょっと遊び方変えないといけないということですね、フィーバー出すのは。それではですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、またですね、可愛いキャラクターたちが出てくると思いますので、その時はガチャ回したいと思います。その時はよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。